12月になって、うちのスタジオのある福光会館という場所の、融雪装置の方、今年もねちょっとサクッと設置する動画を撮っていきたいと思います。というわけで去年は革手袋だったんですけども、今年はこのゴム手袋を使って、融雪装置の方を設置していきたいと思います。それでは設置していこう。はい、というわけでこの融雪のホースをこの水と建物のこの際ですね、ここにずっと、置いていく方向で、福光会館スタジオベルの前のこの歩道を、きれいに融雪できるようにしたいと思います。蛇口が3箇所あって、全部その井戸の水を使って、冬国は、井戸の水だと凍りにくいので、その井戸の水を使って、歩道を流水するということをやってます。降ったらね、多い時はメーター超えたりとかするので、スコップとかでねこう除雪するのも全然いいんですが、とんでもなく大変なので、富山県は特に、雪が湿雪で重たいので、ホースを使って、あらかじめもうできる範囲のところは自然の力を使うという形で、融雪してますので、どんな風にやってるのかっていうのを見ていただければなと思います。では設置していきます。ホースのエンド部分にはこんなようなパーツがついてまして、ここで水が漏れてないように、蓋をしてしまうという感じです。で、これは1本約10メートルぐらいの片側にだけ穴が開いているホースになります。ここですね、片側だけに穴が開いているようなホースになってます。概要欄の方に、このホース、片側のものと両側のものを、穴開いたところ両方 のリンクの方を貼っておきますので、雪不安やなと思う方は、この融雪でぜひ、雪を対策除雪対策をしてみてはいかがでしょうか。というわけでこの後も雪、頑張ってしていきます。というわけでね、このホースの穴の向きが逆でね、ここの蓋がねきっちり閉まってるようによく取れましたね。こっちに穴がついてるんで、ここの列に、融雪をするためにはこっちを塞いでると全然逆の方向にしか水飛ばないんで、これをひっくり返すという作業が大事で、汚れてますね。知らなかったこの水道は蛇口をひねっても水がこれだけしか出てこない。接続はしたんですが、どうも水道管のどこかが
調子悪いのかな、水はまずここは出なかったので、水道関係の業者さんに電話してですね、水道が出るように、ちょっと調整していきたいと思います。残りの2つの水道もちょっと出るかどうか今から実験して、水がこうピュッと出るところをお送りできればいいと思うんですが、出なかったらごめんなさいなんですけども、あれだったわ。というわけで閉めると、そうするとひねってやると、あれできましたね。こんな感じで出てきて、OK な感じになりますね。2個目の水道 OK ということで、蛇口はひね取っておきます。そしてラスト3台目の蛇口うまくつながってくれるといいなと思います。水道は生きてるかな、ちゃんと出ろ。おー来たら OK ですね。水が出てこないぞ。ホースの長さがそこそこあるんでね。あ、出てきた出てきた。オッケー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 。出てきましたね。というわけで、こんな感じで、やばいやばい。はい、水が出てまいりました。これでね、冬も万全に、過ごせれるかなと思います。こんな感じで、うちのスタジオのですね、融雪ですね、装置の取り付けを終わりました。というわけで、最後の1台の水道はちょっと後でチェックして、業者さんに言って直していただきたいと思います。今日の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。では。